青西緑青青。ピエン？ピエンじゃない。だいたいこういうシーンでチュートリアルが終わると踊り出すピエン。ヘイ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 。テーマソングが流れっていう感じがあるけども、あ、逆走ダメか。あ、これもどっちも下じゃん。どっちも下りじゃないか。他の部屋行きますか。ユノカ、レンジョーユノカ。ちょっとなんだろう、強気なお嬢様タイプかな。さあ次なるステージに来たぞ。ユノカ、名前が書いてあったのか。あれか、あの族がチームのやつをステッカーじゃないや、スプレーで書いちゃうような。じゃあ上から書いて、おっと、あ、なるほど、リストバンドか。あ、食われちゃった、グッバイしちゃった。新しいタイプだね。結構すぐ変わっちゃうし、これミスると食らうんだね。結構焦るな、連打しちゃうとやられちゃうから。ふう、しかし悠長にやっててもどんどん死へと近づくだろうから結構大変だな。となるともうどんどんバンバン出てくるだろうな。あ、同じタイプの、前回のタイプのやつも出てくると。ここはホールか。下にステージがあるのかな。つまりここはん、どこや、おっと、そこにいた。あれかの、メッセの真ん中のあの、なんて言ったっけ、ホール、あの1から何個だっけ。6ぐらいのホールと789だから90、11だからの、あっちの奥の離れのホールとの間にある町会議とかだったら、あの歌舞伎とかやってるあそことかなのかな。あ、青西緑青青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 青、いいよね、真のオタクたちはそれだけで会話が成立する。消すとガイドラインを、あ、でもそこにいた、声が聞こえる、裏から来てる、いない、こういうのついつい見ちゃうな。なんか狂気の絵柄があったけど、あ、そこにいる、ぐるんぐるんしたね。そっちへも進めそうだが、結局このマーキングを押してやんないといけないからね。そこの上にもあるね。こんにちは。そしてワープポイント、あ、そっちに、これね、動けなくなるんですよ。だからやっつけるまで、どっちの推しへの愛が強いか証明するまでこの場を離れることができないっていうね。お、ここにも、今回は割と楽だったね。新しいタイプのやつが出てきたにしても、青、なるほど、それぞれ推しのステージってことかな。ビトルーリーネ、最初おとなし系かなと思ったけども、そこまででもないね。うん、ただ衣装の、うん、感じはおしゃれだな。じゃあここは青推しで先へ進んでいきますか。広い駐車場だ。声が聞こえる。どこだい？どこだい？どうしよう。いねえな。いた。どうせエンディングとかなんかイベントの時にフルで聞くことになるだろうから今は普通にやっちゃっていいよね。
お、あそこにいる。シュッ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 。危ね。結構ね、連打してると急に変わった時は危ないからね。おっと、止まらないオタク。結構柱があるから、お、いるなーと思ってやったら回り込まれていて挟み撃ちになってるなんて、そんなオチもあるかもしれない。というか1体ずつしか出てこないね。あれかな、複数体出ちゃうと色がバラバラになった時に変な判定でね、どの道ダメージ食らっちゃったりとか理不尽な目にあったりするかもだから、極力複数体は出さないようにしているのかな。まだ半分なんだよねこれで。あっちの奥はいけるかい。ドアがある。おるかここも駐車場か。ステッカーの位置は分かりやすくていいね。走ってるけど、ああ、無敵のやつだ。無敵の人さん、何やってんのなんかそういうトレーニング中かな。あと1枚あったけど足りないよな。前のマップで取りそびれがあるか。そしたらあのワープポイントを使って1回戻りの、それでもう1回探索すればいいかな。あつい入ってしまった。お、あった。次のマップのところから、なるほど、ちょっと戻んないといけないのか。正面しか見ていなかったから。いい仕事をしてくれたな、ルーキーなんだ。あ、上に行けるようになってる。ローアングル、ズーム。やはりファンたちだ。やはり同志だったか。え、最後の仕上げといこう。こちらはようやく手配を。2体いるね。そして大きいのも。あとはみんな、もう少し時間を稼いで。なるほど、迫り来るあいつらをとりあえず抑えておけってことか。これでアカオシ、あ、アオシだ。曲が変わったか。次はどこから来る。なるほど、この地面のこれをやってやり終えると別の方角から別の子押しのが、あ、複数体来たね。うん、判定はそんなにでかくないから理不尽ミスはなさそうだね。あ、無敵の人さんがいる。この状態だとステッカーは表示というか、あれはやってないか。あ、無敵じゃなかった。ちゃんと推しのある普通のファンだった。で、緑のこの子、踏み絵。あ、緑のこの子も可愛いな。緑か青だな。ちょっとこのゲームをクリアするまでに推しを決めとかないと。緑、青、赤、赤、緑なんか笑う犬でそんなゲームあったよね。あれやってみると意外と大変なんだよね。とっさに出てこないというか、うっかり間違えちゃうというか。あっちに光があるけど、振ってる人いるけど暗くて見えないな。ズームしても見えないし。ただ振り方としてなんかこの敵たちと、あ、違うわ、同志たちとはなんかちょっと違う感じがするんだよね。でけえな超大型だ、超大型ファン。あれ、いない。踏み絵、しかしまだ半分だこれで。お、カラフル。よし、急に担当を変えないでいてくれれば。危ねえ、
先に赤をやるべきか。あれこそ無敵の人さんじゃないか。あいつがここに出てきた場合どうしてくれようだね。あ、違う、青だまた勘違いしちゃった。あ、そしてまた床に赤の子が。名前はまだ覚えらんないな。あ、え、なんだ。あここに来た新しいタイプの迫り来る。なるほど、こいつらをかいくぐり、あーあー、やられてしまった。